ことはないと俺は思うよ。それに受けなくても俺は全く構わないんだよね。人に喜んでもらえなかったら作っても意味ないよ。いいのいいの、もう決めたんだからね。文句言わないで、ひなちゃん。文句じゃないよ、アドバイスだよ。なんか、いろんなことらしいよ。新しいデザートの見た目のことっす。何色がいいかって。だって、水色なんて幸せな色じゃないよ。心が踊るような感じじゃないと美味しく食べれないよ。水色じゃなくてブルーだよ、ブルー。それで抹茶の粉を上からパラッとかぶせる感じで。だいたいどうして水色がこうなったの？こうじゃなくて幸せな感じがしないって言ったのに、水色は悲しい感じがするもん。水色じゃなくてブルーだって。その悲しみの色がブルーっていう、単にネオちゃんの考えに過ぎないんじゃない？普通そうだよ。ミフ、白といえばベージュ。うん、黒といえば暗黒。うん、うん。赤といえば情熱。うん、うん。うん、だから水色といえば暗い。うん、うん。待った、ひなちゃん、今さりげないつもりだったようだけど、その理論展開ってちょっとおかしかったよ。うん、うん。場所によって全く変わってしまうよ。例えば黄色が幸福として流行った頃もあった。赤がそうだって言ってるんだ。店長、それってヘリクスだよ、ヘリクス。そんなの言い出したらキリないもん。私は今ごく一般的な話をしてるの。ちなみに欧米の伝統的な考え方に、花嫁が結婚式で身につけると幸福が訪れると言われる4つのものっていうのがあるね。そのうちの一つがサムシングブルーだ。だからブーケの中にブルーの花を入れたりするんだね。俺は今、それについて客観的データの収集をもとに自分なりの見解をまとめていたところだよ。
ネオちゃんはなかなかシビアでデリケートなテーマを提示してくれた。いいかい、ネオちゃん、色彩を考察するという行為は物理学でもあり科学でもあり心理学的な問題でももちろんだ。色の知覚という現象は実に神秘的だよね。例えば空の青、なぜ空が青く見えるかというと、これは太陽の光のせいなんだ。太陽ってマグロさんは？え？あれ？ネオちゃん、俺の素晴らしい解説は聞かないの？話が長くなるだけでしょ？でしょ？せめて光の速さまで近づいたらどんな色が見えるのかってとこまで説明させてくれよ。じゃあこれは超ひも理論における次元のあらゆるパターンとその矛盾をすっきりと整理して辻褄を合わせてみるから、正午はエーテルでも発見しておけ。マグロはソロ版5級だっけ？4級っす。
もしれないっす。こらこらこら、悪乗りしないの。ろくなオーダーしないのに長時間握り立ってる癖して。でもほら、常連客って必須アイテムでしょ。カフェのそういう要素がカフェに彩りを加えるわけだし、一元さんばかりの店って面白くないよ。客？君たちが？
ごいよ。蝶だよ、蝶。蝶の大群みたいだね。同じ高校に入れたんだもん。これからもこの学校で一緒だね。ブルー